ビューティーセラピーマジックプレゼンス、おもてなしプランナーのロイヤルさん。こんにちは。はい、こんにちは。小田えりさんのコーナーです。ロイヤルさん、ロイヤルっぽい。ロイヤルっぽいじゃなくて、もうロイヤルです。はい、おとといもなんかロイヤルな感じ。セレブな会に。セレブな会に。行ってまいりましたね。はい、面白かったですね。すごかったですね。面白い会でしたけれどもね。いや、面白い会というか、ねえ、もう安倍総理、昭恵さん、昭恵さん、あの会はものすごく面白くてね、はい、あれなんですね、その山口、まあ、安倍総理の、ね、山口で取れたお米と、うん、を会津で日本酒にするっていうので、その未だに実はああいうところでこう確執が、まあ、ちょっとあるらしく、男性同士でね、うん、が誰があそこの嫁に行ったとか、そっちの嫁はどうだこうだ見てもらわないとかね、うん、いろいろまあ密かにあるらしくって、うん、でそこも女性ならでは の、 あの女性っていうのはやっぱりこう融合するというかね、うん、あの女性だからこそ、そのそこで作ったお米を会津 で一緒にこういろんなこう、うん、なんですかね、こう作り上げながらできた、うん、あの大和の心というお酒の披露だったんですね、うん、お披露目会。もう大好きな響きですね、大和の心とか。大和の心ね、だからまあそれができた時は、完成した時はその会津までちょっとお邪魔させていただいて、はい、あのそこでも本当に皆さんね、あの、うん、酒侍という、はい、あの日本酒のこう、まあ、大好きな女性たちが集まってる会があってね、エリさん率いる日本酒の、いや違う違う違う、いや私はもうそれこそセレブな方々なので、うん、私はもう参加して遠くから見てるだけなんですけど、でもいろいろご縁があって、うん、あのその会の司会をやってたのが葵ゆきちゃんって言って、あの今花王の生 CM とか朝某、うん、テレビ局でやってる女性なんですけど、うん、はいはい、さっきのゆうくんのもともとご縁をつないでくれた直美ちゃんっていう、まあ、面白い女の子がいて、その子からのご縁で、その子がねちょうど司会をやってたんですよ、そのさ酒侍のメンバーでね、うん、いろいろつながるなと思いながら、うん、そう、貴公子ね、貴公子ちょっとあのラジオで顔が、ね、うん、見れないのが残念ですが、ね、いや、本当にあのそんな4代目がいたらね、それ見に行くだけでも価値ありますよね、うん、せなくてもいいぐらいじゃん違うかロイヤルさん、ロイヤルさん、ロイヤル、すいません、ちょっと昨日のお酒がまだ確かに、ここあのスタジオがあの下町にあるびっくりした、アルコール臭いのかと思っちゃって、失礼ができないか、違う、驚きました、ねね、でもね、ここのところ、うん、松パパはですね、ロイヤルさんのおもてなしサロンの生徒さんと時々ご一緒することが多いです、はい、先日も、はい、とても、うん、本田健さんのセミナー、そうそう、面白かったですね。あのね、リン・ツイストさんという、ね、はい、方をあの本田健さんというユダヤ人大富豪の教えというので一世風靡したあの作家さんで、ちょうどその話をラジオでね、あのしてて、直後に前 回、 あの、ね、その前回かな、うん、でその時にあのそういう方があのなんだっけ、次元上昇エレベーターの話をさせていただいて、でその直後にね、その方が、うん、あの主催の、まあ、1000人ぐらいの大きい講演会でね、そうですよね、もう当日いきなりのお呼び出しで、松パパには申し訳ない、そうですね、で本当にそのね、うん、次元上昇エレベーターって ね、 そうですね、話をして、ね、うん、本田健さん、うん、もうとっても有名な、ねえ、面白いやろ、ね、本もね、たくさん書かれてるし、あと、そう、でやっぱりまたね、その方とね、まあ、あのエリさんのおかげで、ね、ご挨拶もさせていただいて、もうね、うちは10年ぐらい前からの、はい、まあ、長いお付き合いで、まあ、あのご家族も本当に素敵な奥様とお子様なんですけどね、あのよく遊びにいらしていただいたりするんですけど、なんかこう、私もそのちょいちょいあのしっかり本を読んでるというわけではないんですが、なんか時折、そのセミナーに読んでいただくとね、なんかこう、自分の人生のこう節目節目で、あのなんかこうひらめきみたいなものがあって、うん、だからこの前のそのリン・ツイストさん、もしかしたらラジオ聞いた方でもね、参加された方もいらっしゃると思いますけど、はい、あれ1000人ぐらいの会だったんですけど、最初にね、40人ぐらいで、うん、あの、まあ、本田健さんとそのリン・ツイストさんとね、うん、またリンさんがまたあの昭恵さんのホームページでなんかご一緒に映られてたから、またそこもなんか関係があるかもなんですけど、うん、なるほどね、ちょうどロイヤルの節目の誕生日を迎えた後だったので、その後あれから変わりました、すごい、ちょっとね、誕生日会も誕生日会も、まあ、大騒ぎでございます、お世話になりましたけどもね、聖子ちゃん世代、聖子ちゃん世代もそうだ、今日は聖子ちゃんで始まってます、エリさんも聖子ちゃん世代、そうですね、そうですね、
って声が裏になっちゃう。そうですね。でも本当にね、あそこね、うん、そのエリさんの誕生日から、うん、でしたけども、そうそう、私とかね、あのところにね、やっぱりこう、まあ大台に、まあ、乗るのでね、うん、まあ、ちょっといろいろ考えてたんですよ、ロイヤルの、 あの少しは人生について真面目にね、うん、自分の方向性みたいなのってどんな感じかなとかね、いろんなことこう考えてる中で、うん、あのそのリンさんの話とか本田さんの話っていうのがなんかすごい一つのきっかけになってね、うん、なんかこうちょっとどうかなっていうふうに思ってたものがね、スパッとこう霧が映えるよう、あの、うん、晴れるような感じがあって、うんうん、すごい面白かったんですけど、うん、なんかこう感覚がスパッと変わったんですよ、うん、なんだろう、なんでしょうね、うん、あのね、すごく、うん、ぶっちゃけたことも、その、あとその後本もね、見てね、その、お金とのお付き合いの仕方とかね、うん、やっぱりそういったね、こう、ファンドマネジメントをね、彼女がボランティアのためにお金をこう集める、うん、でも、そのボランティアなんだけど、うん、やっぱり彼女のプロフィールって、ある意味そのビジネスという角度とはちょっと違って、その、まあその愛情とかこう人間愛とかなんかそういったところなんだけど、うん、でも実際にあのその力で何ができてるかっていうと、うん、お金を集めることができてる、うん、わけですね。そのやっぱりその応援の資金を集めることができてるっていうね、うん、そのなんか仕組みにね、うん、あの全くそのなんかなんだろう、こう資金とかそういうキーワードっていうのは、うん、ビジネスの中の用語な感じがするし、うん、でも全然なんかそういう色がないんですよ。そうですよね。だからすごくこう愛のあるところに、同じお金でもその愛によって価値が変わるっていうようなね、お話だったりとか、やっぱ人もお金も必要なところに必要なこう人が流れて、こう人でそのお金も必要なところにこう行けばいいのかなとか、そこにはなんか多分そのご自身の私利私欲とかそういうものを手放したので、なんかすごくこうその瞬間に楽になったとかっていう話をされてたじゃないですか。だからそれはね、すごくこうロイヤル的には響きますね。なんかまあ私の場合はお金はあんまり動かしてないんですけど、あの人はいろいろご紹介したりとかするじゃない。でそれででもどっかでね、なんかこうやっぱり人を紹介したりすると、なんかどっかでは人間だからやっぱり、うん、なんかそのどっか見返り的なものを求めちゃったりとかね、うんうんうん、それとかこう紹介した人たちが仲良くしてると、なんかちょっと寂しい気分になっちゃったりとか、うん、やっぱりなんかそういうのがあなくはないですよね、人だからね、うんうん、なんだけど、なんかあの講演を聞いてからね、あもうなんか自分の応援とかは別にいいやって、うん、とにかくひたすらもう応援しまくろうっていうのがね、 100% の領域に達したんですよ、あの時以来。そうか、うん、あのね、うん、あのね、あの方のね、うん、あのその後にね、うん、あの講演の後に本をね、購入させていただいて、サインまでしていただいてね、うん、その後にね、エリさんと被ったところがあるんですよ、うん、前から言ってること、この番組でも、前々回かな、その言ったんですけどね、あのね、その本の中に、マザーテレサのことが書いてあるんですよ、はい、でそのマザーテレサ、みんな写真撮りたいんだけど、あるそのインド人の大富豪のね、人がね、もうみんな何て言うのか、人をかき分けてこうやって、そうするとみんな腹立つじゃない、順番抜かしてね、で写真撮るわね、で、あとなんかこう自分に拝むようなポーズをしてくれとか、そういうふうなことをマザーテレサに言って言われた通りのことをね、あのマザーはやるんだけど、周りの人はもうやっぱり腹立つ、そっちに意識がいってるし、うん、なんだけど、あのそのそれをね、許容するということ、うん、で全然そのなんかこう許すこととかね、そういうことがね、あの前も話したと思うんですけど、いろんな会でとか例えば取材されたりすると、なんか嫌だなとかと思ったりするとか、なんかちょっと合わないなと思ったりすることがあるんですよ。あ、いろんな人、うん、そうそう、あるじゃないですか、うん、でもね、うん、あのエリさんってね、ET 会の中でね、誰でも前向きな、そうそう、この人はストライクゾーン広いなと思ってて、そう、なんとなくちょっとみんなとね、ちょっと合わない、こう、うんと空気読めてない感じ、まあ、変わった人多いんですかね、うん、ちょっとそのまあそうとかね、なんかそういうのって、なんかこう、あの周りの人に失礼だなと思ったりとかする時もあるんですよ、ね、だけど、Aさんってそういう人をこう許容して、最終的にはそういう人も、ね、その空気読んでなかった人も馴染んじゃって、そうですね。で、最終的には A さんの不安になっちゃう。ね、なんか面白がれる体質なんですよね、多分ね。いや、その本をね、読んでる時にね、やっぱりなんか、そういうことがあって、なんかその手放すとか、なんかその感情がね、そう、感情のあり方とかな、そう、それでね、なんか楽になるわけですよね、結局そういうのってね、うん、すごくね、あの、うん、自分がこう、だからなんか最近ふと思ったのは、なんかこう人を詰めて、まあ、いろんなことやるじゃないですか、うん、ET 会にしても、はい、女性の勉強会にしても、うん、でもね、自分のために集めてる時って意外とこう心の中がそんな穏やかじゃなかったりするんですよ、人集まるかな、
とか、うんうんうん、なんかこう集まって勉強してもやがては去っていっちゃう虚しさみたいなものだったりとかね、うんうん、でもよくよくその凛さんの後にいろいろこう考えてて、私じゃあ何やってる時が一番楽しくて何やってる時が幸せなのかなっていうのを考えると、結構人のために集客してる時っていうのが、うん、もう手放しでなんか面白い、でそれもあの無理やりではなくって、なんか自分があいいなというふうに思った人だったりとか、まあ、このお洋服もねサオリーマンだったりしますけどいいなと思うものだったりね、あの昨日もマインドフルネス、あのひとりゆみさんのね、あのちょっといろいろご縁があって受けてきたんですけど、そういったものもなんかこう、あこれすごく自分が体感してすごくいいなって思った途端になんかこう人に伝えてるというかね、なんかその方がなんか自分の体に体質に合うみたい、うんうん、であんまりリーダーシップ取るタイプじゃないので、うんうん、なんかどちらかというとリーダーシップ取ってる人のこう、あそれ面白いねいいんじゃないっていう応援の方が、うんうん、なんか実は自分に合ってるんだなっていうこともなんか今回すごく気がついた。あ、うん、なるほど。人それぞれね、いろんなあの立場がやっぱりあるじゃないですか、うん、なんかこう中心になる人がとか、うん、それをサポートする人だったりとか、うん、またこう陰でこうね、あの、まあ、お祭りの話になるとおみこしあげるのに、うん、やっぱりこう前棒担ぎたい人もいれば、花棒担ぎたい人もいればね、うん、ずっともう後ろの棒だけ担ぎ続けてる責任感のある人もいれば、うん、それをこう作り上げるために裏方で、まあ、働いてる女性が、ね、まあ、近所のおばちゃんたちがそれを作り上げるためにね、うん、まあ、いろんなことをなさってたりとか、うん、やっぱりその場その場の適材適所みたいなところに、うん、まあ、さっきのお金の話じゃないですけど、うん、なんかそのあるべきところにあるものがあるっていうのが、うん、まあ、一番こう自然体で本人にも負担がないし、うん、いいのかなというのをね、うん、思ったりとか。なるほどね、うん、そうですよね、確かにね、いろんな他の人の会の応援がすごい、うん、応援ねすごい、あの今ここついそうですよね、そう、あそうだそう、うん、じゃあちょうど、うん、インフォメーションついて、ね、兼ねていろいろこう応援してることあるじゃないですか、そう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 、ね、ちょっと何か出しましょうか、この前のね、うん、あの社団法人日本ヒートアイランド対策協議会の打ち水イベントも、まあ、皆さんにご協力いただきましたけれども、はい、まあ、大将の高橋君が、はい、まあ、打ち水終わってほっとしたところで今度は200人バーベキューしようと200人でバーベキューどうすんだって思いながらも、でもねこれも本当に面白くてね、あのパーって一斉にこうフェイスブックで親しい方にも流したんですよ、はい、でそしたらその私は別にそこで収入を得るわけでもないし、うん、自分が主催でもないんだけれども、うん、逆にねそれをやることによってね、すっごい久しぶりな方とご縁がまたつながっていったりとかね、うん、あの家族で行きますとか、いや声かけてくれて嬉しいですみたいなね、あの覚えてていただけたんですかみたいなメッセージがバーっといっぱい来て、なんか意外と自分のために人集めるって遠慮しちゃうんですけど、うんうん、あの意外とそういうのとか一気に今ね200人バーベキューで人集まんのとかみんなで言ってたんですけど、今多分ねもう80人、はい、90人ぐらいまで半分ぐらいまで回ってるんじゃないですかね、うんうん、だってあの僕参加ボタン押そうと思ったら、うんうん、うちの社員がもう先に押してましたね、ありがとうね、そうそう、11月の20、はい、11月の16日、うん、10月の16日、はい、日曜日ですね、10月の16日、はい、お台場で5時半からなんですけどもね、はい、あのだからそれも、まあ、あの誰かがこう必死になって準備するとかっていうよりはみんなで一緒にこう作り上げて準備したりとかね、あのみんなで一緒に焼いたりとか、うん、でまあ、そういう絆がやがて何か、まあ、例えば災害とか何かあった時に、うん、さあみんなで一緒にやろうっていう、うん、その自分の持ち場とか自分にできることを、うん、そのストレートにできるっていうような、うん、こうなんか人と人のつながりのただ一つの訓練にもなるのかなとかっていうふうに思ってね、うん、そこでまたいろんな方がつながっていただけたらいいなというふうに、ね、思っているのでね、はい、なんか楽になりましたね、うん、そうですね、うん、はい、ね、もう一つ、イベントっていうかね、はい、毎月恒例のイベントがありますので、はい、こちらはじゃあ、あの松子から、はいはい、そうですね、自分のことは宣伝しないですよね、本当ね、エイさんね、自分のことはあの宣伝されないのでね、松子から、はい、ね、あの毎月、はい、4日と16日、はい、ET 会って言ってね、これはあのおだいりさん主催の渋谷のおもてなしサロン、なんか嬉しいの、宣伝してもらったら嬉しい、はい、で16日ですから今度の日曜日、はい、ね、だからこれはねお仕事お休みの方ね、普段お仕事が、ね、あっていけない方もちょうど行ける曜日になってるので、日曜日なんでしたっけ、16日あ本当違う、あ、ごめんね、ごめんなさい、16日は金曜日、ちょっと待って、だから花金、花金老眼だから見えない、あの、あってます、金曜日9月16日、うんうん、金曜日か、ね、だからね、は
はい、花金を、ね、そうですね、一緒に、まあ、いろんな方いらっしゃるのでね、ぜひお越しください。7時から渋谷 の、はい、あのサロンでやってます。まあ、Facebook であのまだまだお友達たくさん申請していただけるので、あの小田恵里で、はい、申請していただければ、はい、あのいろいろイベント情報も出てくるかなということでね、はい、お会いできるの楽しみにしております。はい、はい、ありがとうございます。していただいてありがとうございます。はい、あっという間でしたけれども、はい、小田恵里さん、ロイヤルさんのコーナーでした。ありがとうございました。ありがとうございました。